はい、ご覧いただきありがとうございます。ローロチューブです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、またお客様のカスタム自転車の紹介です。もう入ってる？入ってます、入ってます、入ってます。もうじゃあご覧ください。はい、はい、そうですね、これベースはですね、ブロンプトン、S2LX ですね、はい、X で何だっけ、これスーパーライトモデルの X ですね。スーパーライトモデルの X、 そう、チタン、チタンです。そう、チタンフレームのパープルメタリックがベースになってます。今となってもかなり希少ですよね。もうなくなる色なので。そうそう、来年はね、もうこのパープルメタリック出ないですし、そもそも今チタンモデルもね、今残ってないんじゃないですかね。そうですね、神戸ジャンクションにもしかしたらあるかもしれないので、はい、神戸ブロンプトンジャンクション神戸に一度問い合わせしてみてください。はい、で、もうご覧の通りですね、まあもう全部変わってます。これ新車でご注文いただいたんですけども、もう初期からもう全部カスタムしてほしいということで、打ち合わせしながら進めさせていただきました。ちょっとパーツをいろいろ揃えるのとのでちょっと時間かかっちゃいましたけど、はい、こちらのお客様はもう前回のタイレルと同じように東京からですね、わざわざ来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。かなり遠方ですね。佐久間君が今驚いた顔してましたね。めちゃめちゃおもろかったです今の。あはい、でこれまあ珍しいですよね、まあ、S ハンドルで2段設定だったんですけど、もうハンドル周りがもうめちゃめちゃシンプルになってます。ケーブルも2本だけ、まあ、シングルスピードになってますね。見てこれ、ギア1段です。これ、はい、はい、なんかこちらのお客様なんかピストがシングルトラックバイクも乗ってらっしゃるっていうことで、まあ、こういう雰囲気のブロンプトンが仕上がりました。まあ、パープルメタリックやっぱかっこいいですよね。パープルメタリックベースにシルバーのパーツをメインに入れていっていただいてます。はい、じゃあ、ハンドル周りからちょっと順番にご紹介していきましょうか。はい。ではですね、まあ、S モデルになってます。ですので、S ハンドルバーはですね、これ、全然ロゴ入ってないですよね、これね。ロゴ入ってないので分かりにくいですけど、ブロンフィケーションのチタンハンドルバーが入っています。はい、まあ、よーく見ると、こう、鈍いね、輝きがあって、めちゃくちゃかっこいいですよね。はい。はい、で、ベルは、オイベルの、やつですね。名前何だっけ、これ覚えてる、高い方のオイベル、ルクスですね、はい、なんとかね、はい。まあ、樹脂の安い方じゃなくて、まあ、金属のこのね叩くやつに変わった、まあ、壊れにくい、はい、こっちの方がねご予算許せば壊れにくいのでおすすめですね、はい。であとは、ブレーキレバー、これですね、ポールの感知レバーのハイポリッシュが入ってます。めちゃめちゃこうピカピカに映ってますよね。そうですね。うん。で、まあ、現行品ですね。ベアリングが入ってます。こちら。スムーズですね。で、グリップはですね、GA3 になってます。これ。はい、前のチャプター3、V1 かな。に赤色で標準でついてたやつと同じモデルかな。普通のエルゴンの GS1 とかみたいにめちゃめちゃこう幅広ではないんですけど、まあ、若干こうね、ついてます。クッションになるような部分がで、クランプが、うん、内側になっていますね。 GS シリーズよりもちょいこうスマートな印象になると思います。はい、で、まあ、ちょっとこれ気になると思うんですけど、これはお客さんが持ってきてます。うちで売ってないんですけど、これはですね、これ押すとこう光ります。かわいい。これ面白いですよね。これ光り方が変わるのかな、点灯と、あ、点滅と、うん、こんな感じで、はい、はい、光ります。これ車、なんですか、トラックの車幅を分かるようにするやつみたいですね。両方についてます、これ。両サイドですね。じゃあ引っ付けますね、両サイド。はい、こんな感じになってます。はい、虫みたい。面白いですこれ。はい、でブレーキレバーから出てるこのケーブル、これね、わかります、久保さん。日線ケーブル、正解、ね、正解です。日線ケーブルのブラックのケーブル入れていただけます。まあまあ、もう本当にね、こいつ入れるとやっぱすごい滑らかに動いてくれますね。引きもちょっと軽くなるのが
効果がもうダイレクトに分かります。こんな感じです、はい、すごいぬるぬる動くというか、これはめちゃめちゃおすすめですね。カスタムの時にはもう入れといた方がいいと思います。はい、はい、でですね、次は、まあ、ちょっとこちら、はい、標準はシルバーなんですけど、今回、まあ、クランプだけ、変えてます。まあ、これも純正品なんですけども、純正のブラックエディションのブラック用のクランプに変えました、はい、ちょっと全体の、ね、雰囲気がこの辺締まると思いますし、他のシルバーパーツが、ね、際立つような感じになるので、まあ、こういうのも全然ありですね、まあ、手堅い純正パーツを使うというところもポイントかと思います、はい、で次はヘッドパーツ。ヘッドパーツはですね、こちら丹下製品使ってますね。で、はい、あとこちらにね、メイドインジャパンと入ってます。入ってないんだしか。入ってますね、うん、これ丹下ですね。見えますか、はい、見えますか。はい、見えます。はい、丹下なので、まあまあ、スーパーライトモデルっていうのもあるので、クリス・キングよりも、まあ、若干軽くなります、丹下の方が。で、あとはこちらのお客様は、まあ、結構シンプルなパーツ構成でいってるので、ちょっとあんまりこうロゴはっていうので、タンゲを確か選んでいただいたと思います、はい、まあ、こういうのもありですね。で、タンゲはこのシルバーとブラックのラインナップがあります、はい、で次これ、はい、これはね、マルチ S のフロントキャリアブロックですね、まあ、まあこれもごっついプラスチックの塊があるよりも見た目もスマートですし、重量も軽くなる、はい、でこれはシルバーですね。マルチ S は、まあ、ボディはもう黒なんですけども、この爪の部分がカラーバリエーションあります、はい、これはもうシンプルにシルバー選んでいただいてますね、はい、はい、でですね、次こちら側ちょっと久保さんいいですか。はい、はい、こちら H&H のフロントケーブルフェンダープレートかな、はい、チタンやったかなこれ。そうですね、で、まあスーパーライトモデルのフロントフォークチタンなんですけど、これグレーに塗装されてます。で、まあそれに合わせてこれもグレー塗装のやつですね、選んでいただいてます、はい、で次またこちら、ですね、これは H&H かな、 H&H の E バージョンフック、これももうシンプルにシルバーですね、はい、これをつけることによって E バージョンにしても畳んだ時の安定感が増します。ノーマルパーツで E バージョンにした場合、まあ、畳むじゃないですか、はい、こけやすくなるんですよね。純正のくせにちょっとバランスが悪いっていうのが弱点なんですけども、この、H&H とか、あとはマルチ S で出てますね、はい、その辺を入れてもらうとこけなくなりますので、 E バージョン化するお客様なんかはもうこれ必須で入れてください、はい、であとはもうこちら、バルブキャップですね、はい、これシルバー、はい、KCNC の、まあ、フレンチバルブに交換してます。まあ、ピストとか乗られてるので、まあ、その辺と空気量兼用で使いやすくっていうので、はい、フレンチバルブに交換してますね、はい、純正リムでもフレンチバルブ入れること可能ですので、まあ、ロード乗ってたりとか他の自転車乗って全部基本フレンチだと思うので、はい、まあ、使い勝手よくしようということであれば、ちょっとバルブチューブをね、まあ、交換するのも全然ありだと思います。はい、じゃあ久保さんこっち、はい、後ろに行きます、はい、こちらサドルはね、これはセラ SMP の、これもちょっとお客様お持ち込みなんですけど、なんか限定モデルみたいですね、はい、はい、めちゃめちゃこれ軽量じゃないですか。肉抜きがもうめちゃくちゃ穴開いてるし、すごい薄いし、これレール何なの、はい、チタンかな、これなんだろう、 100% メイドインイタリーって書いてます見えますか。ですね、まあ、このカラーもね、この紫とピンクってやっぱ相性いいですからね、この組み合わせめちゃめちゃかっこいいと思います、はい、であとはこのシートピラーですね、こちら、もうブロンフィケーションって書いてます。これブトンフィケーションのチタンシートピラーですね、はい、で、まあ、ちょっと身長がある方なので、これはロングピラーを入れていただいてます、まあ、ちょっと畳んだ時にサドル1個分か半個分ぐらいちょっと飛び出るんですけども、まあ、乗りやすい方が、乗りやすさポジション重視で選んでいただくのがベストだと思いますので、はい、こちらのお客様はロングピーラー選んでいただきました。で、じゃあ降りてきていただいて、はい、これ松村航基のハードサスペンションですね。
これはハードですか？ハードです、はい。まあ、あの松村航基のこのハードサスペンション、うん、まあ、普通のスタンダードもそうなんですけど、シルバーじゃないですよね。ちょっとこうグレーがかったスプリングのコイル、はい、コイルのバネの色をしているので、これはねスーパーライトモデルと相性めちゃめちゃいいと思います。デザイン的にもすっきりしててかっこいいですよね、はい。で、あとこちら、こちらもブロンフィケーションのイージーホイールのシルバーです。まあ、他が結構シルバーパーツついてますんで、ここはねやっぱシルバーで、かっこいいと思いますね、はい。で、クバクもねつけてるはいですね、ブラックをつけてますね、はい。これやっぱあの漕ぐときにかかと当たりにくくなって転がせるし、はい、おすすめですよね。おすすめです、はい。で、次はですね、まあ、自転車の顔となるこのクランクですね、はい。クランクは、杉野です。で、これもなんかもう廃盤になっちゃったやつですね。 RD クランクかな、のシルバーを入れていただいてますね、うん、はい。で、チェーンリングはシマノの刃ですね、54T、はい、純正と同じギア構成になってます。杉のクランクにシマノチェーンリングって、これね結構もうガチガチにメイドインジャパンなブランドで揃わ、そうですね。タンゲもメイドインジャパンですね。そうじゃあな、まっちりやな。で、このクランクのこの BB 軸ですね、軸に関しては、まあ、もう定番で軽量で回転のいい刀剣の TBT なんちゃらですね、セラミックベアリングで、はい、アクスルがチタンのやつ、はい、でカバーがカーボンでしたっけ。そうですね、もでこれも久保君も入れております。はい、これも鉄板で入れていただいてもいいと思いますね。で、まあ、メイドインジャパン、ジャパンブランドつながりでペダルですね、はい。こちらはシルバーストリームネクストのワンサイドイージーですね。こっち側、これ抜けるようになってます。これストリーム抜ける、うん、はい、これ抜けるよう脱着、片側ワンサイドイージーですね。まあ、ブロンプトンだったらもう、こちら側抜けるだけで十分なので、スライドで抜けます、はい。で、合わせてですね、こちら、はい、これです。ブロンフィケーションのペダルホルダーをちょっと、まあ、いじって、あの三ヶ島が入るようになってますね、はい。こんな感じでマウントできます。これももう、これは実はもう在庫なくなっちゃいました。かなりレアなパーツですね。パーツですね、うん、はい。でですね、あとはこれチェーンなんですけど、これね、これもちょっと手に入らなくてお客さんに持ち込んでもらったんですけど、泉のチェーンですね。泉のチェーンの薄刃対応のやつですね。32分の3か。薄刃対応の、泉のチェーンです。まあ、この辺を持ってくるところが、あれですね、トラックバイク乗ってるお客さんっぽいですよね。はい、大阪店の塚本君とかもあんなの好きじゃん。そうですね。なあ。で、これね、初めて入れてみて、まあ、ちょっと市場でチェックさせてもらったんですけど、はい、やっぱシマノとも違うし、KMC ともやっぱなんかちょっと違いますね。なんですかね、まあ、滑らかに動くし、なんかすごいかっちりしてるよ印象がありますね。これなんか、もう手に入らないらしいんで、これ宣伝してもあれなんですけど、この泉のチェーンね、これは、なんか、面白かったですね。今までと全然違います。はい、KMC よりも滑らかやと思いますね。 KMC のチェーンよりも、うん、すごい気になるな。は面白いですね。まあ、ちょっと廃盤になっちゃうのが残念ですけども、うん、ですね。でですね、あとこの上のこのキャリパーのこの根元、これブロンフィケーションのアルミのストップディスクボルトのボルトが入ってますね、はい。これ軽量化のポイントになるので、これもあんまりこうメジャーじゃないというか、あんま売れないですけど、これもおすすめです。はい。で、すいません、ちょっと次、これテンショナーですね。はい、こちら、ピカピカです。ピカピカですね。はい、顔映りそうですね。顔映ってる？あ、僕まだ映ってない。映りましょうか。いや、難しいですね。オッケー。はい。ほんなら、ほんなら。これね、ブロンフィケーションのシングル用のテンショナーですね。シングルテンショナーマーク2かなんかなんですけど、はい、通常は黒色ですね、桑さん。そうですね、はい、ブラックですね。ブラックです。ところがこいつはですね、ちょっと業者にお願いして磨いてもらってます。近すぎてぼやけてますね、はい、はい。これ
これね、ピカピカに磨いて、もう、もう本当に顔が映りそうなぐらい磨いてあります。はい、やっぱ、かっこいいですよね。で、デザインも通常のブロンプトンのテンション当て、まあ、ここに一発来て、その下にこいつがぶら下がるような形で、この辺にもう一個パーツが増えるんですよね。はい、それが、ホイールの軸と同軸になってるので、めちゃめちゃこうスマートな印象ですよね。はい。はい、で、シングル用なので、プーリーもね、こういう KCMC とか、10T のプーリーがはまります。でプーリーもいろいろな色があるんですけど、これもシンプルに、もうシルバーでバッチリかっこよくなってますね。こんな感じで流れます。こんな感じですね。はい。で、これね、まあまあ、ここのポリッシュと、この三ヶ島のポリッシュ。めっちゃかっこよくないですか、一緒にこう写してみてください、はい、はい、これね、めちゃめちゃかっこいいと思います。これ映った？映りました。はい、まあまあポリッシュパーツやっぱ今ちょっとブームというか、ブームうちだけですかもしれないですけど、ちょっとまあやっぱり、ね、こういうのやっぱ新鮮ですよね、うん、今やっぱブラックパーツがめちゃめちゃ多いので、はい、なかなか少なくなってるので、まあ、こういうねパーツ合わせてもらうとバッチリ決まると思います。で、あと、ね、ハンドルがもこれポリッシュですし、はい、まあ、ちょっとこうクラシックな感じっていうんですかね、まあ、クラシックな感じで本当にこうトラックピストのなんか雰囲気漂うようなブロンプトンに仕上がってると思います。はい、あ、ちょっとねこれチェーンはちょっとこれわざと長めに取ってあります。ちょっとスプロケのね、はい、シングルギアなんで、まあ、スプロケで多分調整することになるので、ちょっと長めにわざとこれ取ってありますので、はい、そこはちょっと気にしないでください。はい。ですね。まあ、こんな感じでもう初めからもうゴリゴリにいじっていただいてますね。これめちゃめちゃかっこいいですね。僕もこのパープルメタリックのね、スーパーライトモデル、これね、狙ってたんですけどね。買えなかったです。映るピカピカ。ピカピカ映ってます、ね。これなんで廃盤になるのかちょっともったいないですよね。はい。はい。じゃあ、ハンドル周りからちょっとね、おさらいしていきますね。はい。さらっといきますよ。あと忘れてた、これ、ブロンフィケーションのチタンボルトセットも全部入れてくれてますね。ここと、ここと、ここと、はい、後ろのサスの軸、全部入ってます。はい。じゃあ、いきますよ、小田さん。ハンドル周りからいきます。はいはい、じゃあハンドルは S ハンドル、ブロンフィケーションのチタンハンドルバーにオイベルで、ポールのハイポリッシュのパンチレバーが入ってます、はい、でグリップは GA3 のブラック、はい、でケーブルは日線ケーブルのブラックですね、シンプルに。でヒンジクランプは純正のブラックで、ヘッドパーツは丹下製機の、シルバーに、フロントキャリバーバッグはマルチ S のシルバーで、これまたチタンボルト入ってて、でこちら側ですね、久保さん、はい、ケーブルフェンダープレートは H&H のチタンのグレー、はい、に E バージョンフックも H&H のシルバーが入ってます、はいはい、で次こちらで SMP の限定のサドルにブロンフィケーションのチタンシートピラーが来て、で松村浩希ハードサスの、ブロンフィケーションのイージーホイールですね、はい、で、あ、こっち行こうか、ブロンフィケーションの、あれですね、ストップディスクボルトの、はい、アルミのやつですね、これ黒色のやつ。クランクはですね、杉野のクランクに、シマの 54T のチェーンリングで、 BB は刀剣ですね、見えますか、の TBT のセラミックベアリング、はい、チタンアクスルカーボンカバーの BB で、ペダルは三ヶ島のストリームシルバーストリームネクストのワンサイド E ですね、はい、でチェーンは、泉の、薄刃のチェーン廃盤ですから、テンショナーはブロンフィケーションのシングルテンショナーマーク2の、はい、ポリッシュ仕上げに、プーリーは KCNC の 10T のシルバーを2個で、後ろ、バルブキャップも KCNC で、こちら、ブロンフィケーションのペダルホルダーですね、まあ、こちらがワンサイドイージーになってますので、マウントできます、はい、はい。
ゃあこんな感じっすね。あ、はい、はい、じゃあこんな感じで、まあ、ゴリゴリにこうカスタムしていただいてます。まあ、ちょっともうね、手に入らないフレームカラーですけども、まあこういうシングルも、シングルのカスタムなんかもブロンプトンかっこいいと思いますので、ぜひご参考にしていただければと思います。はい、マークバ君、はい、ご参考にお願いします。はい、では今日は以上ですね。はい、じゃあまたこんな形でお客さんのね、お扱いしてロールでカスタムした車両はこんな感じで YouTube で紹介させていただいてますので、またチャンネル登録と、もし何か参考になったよって思ったら、こう高評価ボタンよろしくお願いします。久保さんもいいねします。はい、お願いします。はい、はい、じゃあ今日はここまでです。あ、僕がしゃべりありがとうございます。ありがとうございます。はい、最後にしっかりと見てください。そうですね、パープルメタリック、なかなか見れないです。